はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。ついに来ました。この日が来ました。マジで待ち遠しかった。こちらね、スカッフとうとう届いたので開封していきたいと思います。ちなみにですね、このスカッフ、僕5月5日に頼んだやつですね。この動画を出した時に、頼んだやつが、まあ、先月の終わりの7月18日に届いたので、あのたまにねコメント欄で僕のまだ届きませんって言ってる方いますが、僕大体2ヶ月半ぐらいかかったので、まあね、今流行ってる病気のせいですね。気長に待っていきましょう。きたー、めちゃくちゃ嬉しい。スカッフインフィニティプロ、レッツゴー。いくよ、せーの、こう会長。我がスカフのしもべとなってくれてありがとう。はい。きたー。はーい。おじさんきたー。テスラおじさんきたー。これだね、新しいやつ。このグリップ、お、めちゃくちゃいいじゃんこれ。見えるかなこれ。え、めちゃくちゃいいんだけど。え、グリップいい。新しいタイプのパドル。あれ、クリック感薄いけど大丈夫。あれ、嘘でしょ。 え、ちょっと待って。おい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 、クリック感薄いぞ。おい、ちょっと待って、これ中古品。ちょっと待って、嘘でしょ。クリック感めちゃくちゃ薄いんだけど。うわ最悪。クリック感めちゃくちゃ薄いやつ送ってきたんやけど。おいおい、マジかよスカフ。これだからスカフダメなんだよな。本当に品質のばらつきがすごいんですよね。マジかよ。めちゃくちゃクリック感薄いじゃねえか、お前。左スティックだし、しかも。全然クリック感ねえ。うわ、これ分解案件やん。くそ。これはダメだろ、これ。クリック感全くないよ。こんだけ待ったのに。マジかよ、見ても。多分みんなね、分かりづらいと思うんだけど、比べるよ。マジで普通に凹んでんだけど、俺。だから右のパドルだね。右のパドル。聞いてね、音。しっかりした音するよね。左のパドル。何これ。何これ。壊れてんじゃん、もうこれ、すでに。おい、ふざけんなよ、マジで、これ。うわー。超凹んだ。めっちゃ凹んだ。これも返品だな。いや、これちょっとダメでしょ、これ。これチェックしてねえだろ、お前。完成した後に。いや、マジひどいわ、これ。いやー。これだもんね、これ。これ何なの、これ。やばいだろ、これ。まあ、そういうとこだよね。BBC とかこういうとこもっときちんとしてんだよな。検品したら一発でわかるじゃん、こんなのも。いや、で、ここのね、ボタンレベルでも違うんだよね。ここ、ここのね、ポッチがあるんだけど、これ押すと落とすんだよ。わかるこれ。これはあの、パドルが押してるからさ。で、これを押したらこんな音。どうしよっかなぁ。いや、分解したくねえしなぁ。でも、返品したらまた2ヶ月、3ヶ月待たされんだろうなぁ。どうしたもんかねこれ。分解するか。仕方ねえな。いやぁ、へこんだわ。ということで、急遽ちょっとスカーフ分解修理していきたいと思います。修理できんのか、マジ。多分、基板、ちょっと見てみたいね。何が問題なのか、ちょっと。はい。最悪。じゃあ開けていきます。はい、とりあえずね、分解していくんだけど、やっていこう。
はい、まずはね、スカフを分解する上で第一関門はこのセキュリティスキルですね。映ってないかな。これね、五角形っていうね、特殊なやつで、どこを探してもね、これに合うね、ビッツはありません。で、基本的にこれスカフが自分で作ったやつみたいで、大抵の人はね、ここで諦めちゃうんですけども、頑張ります。最初ね、このネジ取るために結構試行錯誤したんだけど、これね、こういうビットを使って、ビットをね、強力なこのホットグルーでね、くっつけて回そうとしたりしたんだけど、ダメでした。なんで、ちょっと強行突破ではあるんですけども、マイナスドライバー使います。マイナスドライバーでどうするかっていうと、こう、この方向にね、この方向にちょっとビットをこのね、セキュリティスクールのその溝のところに向けてちょっと押してね、開けていきます。これ結構ね、結構繊細なんですけど、まあ、傷つけないようにやるには結構大変ですね。こう回して、今回ったね、ちょっとだけ。こんな感じですね。完全に傷つけないと無理かな。おぉ、すーげー地道。こうゆっくり回していく感じですね。こんな感じ。こうやって回していきます。本当にもうここまで曲がったらさ、ここまで曲がったらもうなんか普通に外れそうだけどね。手で回りそうだけど、あ、回った。はい、取れましたね。こいつが苦戦する理由だね。これ見えるかな。はい、あとはね、普通に取るだけですね。本当に本当に全くこいつは。とりあえず分解していきます。ちなみにね、このビットすごい使いやすいですね。どこのメーカーだったかな、ベッセルのだったと思うんですけど、これ結構おすすめですね。これリンク貼っときますんで、気になった方チェックしてみてください。こっちもすごい優秀、ジェネラルのね、電動ドライバーですね。これよく聞かれるんですけど、めっちゃおすすめです。これ本当におすすめ。はい、空割り。よかった、ケーブルね、抜いておきます。ここで、はい、抜いて、これもあれだね、絶縁テープみたいなやつですね。よいしょ。はい、剥がして OK で、今回問題が起きているのはこっち側のコントローラーの裏側なんだよね。だから、コントローラーの裏側のこの基板の方を見ていきます。そんなに難しいことはしません。で、この基板のね、裏側ね、ここ、ここのところがクリップみたいなの止まってるんで、この黒い部分を上げてあげます。ここですね、この黒い部分を上げてあげます。上に上げてあげます。すると、こいつがスルッと外れます。はい、これで、一応ね、多少の分離はできましたね。で、もう一本、二本かケーブルでつながってるんで、こうこういう状になってるんで、これ広げていきましょう。こう回してねじれを解いてあげよう。これで OK。 でこの基板になんか問題があるんだよな。4つのネジを外していきます。OK、 外れた。はい、こいつの問題だろうな。で、これ自体はそのスイッチ、なんもスイッチもないのね。金属の接点になってて、で、スイッチ本体どこにあるの？実はここにあるんですよね。これなんですよ。これ。左側の問題だから、こいつの座りが悪い可能性があるんだよね。要はね、こいつがペコ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 動いてるんですよ。この、こんな形になってて。あ、こいつがね、ペコペコいってんだよね、これ。この金属板。で、その際に、ベースになってるのがこのプラスチックボタン、プラスチックボタンなんだけど、これ左右のペコペコ感同じなのかな。ちょっと押してみるか。よいしょ、押してみるよ。これでペコペコ感が決まる。ペコペコ感が決まるんだよね。なんかカチカチ感っていうの。以前はスカフってこれスイッチだったんだよね。ここに
独立で一個一個スイッチがついてたんだけど、スイッチがダメになったらもう基板のそのハンダ付けとかやらなきゃいけないじゃん。でもスカーフ独自のその多分システム開発したシステムで、そのクイック感が死んでもこのプレートさえ変えれば復活するんだよね。だからすごい賢いデザインなんだけど、今回ね何らかの問題が起きてますね。まずこっち、うん、ペコペコ感すごいある。こっちはあれ、こっちもペコペコ感順々あるよ。あれ、じゃあなんだろう、設置不良かな、もしかして座りが悪いだけかの可能性がありますね、これ。んー、どういうことや。んー、もう一回じゃあ入れてみるか、これを。何が問題なんだ。じゃあこう見た感じ何の問題もないんだよな。んー、突出感も同じだし、んー、ずれてたとかですかね。ちょっともう一回じゃあ設置してみます、これを。反対に入ってたとか、そういう話？それはさすがにないやろ。OK。で、この基板を使って、もう一回、締めていこうか。これ簡単な問題だったらいいな。どうせだから、2本だけ締めてみようか。ネジ。と、手締めでいこう。手の感覚が大事なんで。閉まった。でチェックします。あれ、復活した。あ、これ本当にここの座りが悪かっただけだ多分。え、これで治った、もしかしていけた可能性あるの。ちょっと待って、念のためちょっと不安だから、この2本を締めた後にパドルも装着して試してみよう。こんなもんか。裏返してパドルを入れますね。はい、押してみます。いいですね、こっち側。あ、治った治った、やった、治った。あー、よかったよかった、マジで。これのためにね、2ヶ月3ヶ月かけて送ってまた戻してってね、冗談じゃないからね。いや、治ってよかった。じゃあこれをね戻していきたいんですけど、一応ねせっかく開けたんで皆さんにこのスカフのね中身を見せたいと思います。あれ、これまたアップグレードされてる、以前と違って。見て、これアクリル板が入ってるね。これ 3D プリンターかな、作ってるね。この土台、これね、マウススイッチみたいなのがねここに入ってるんだよ。ここ見えるかな、これマウス分解したことある人なら分かるけど、ここにねマウススイッチが入ってるんですけど、要は右クリック左クリックのやつね。でそれをこのトリガーのこの先っちょがねポチポチって押してる感じなんだけど、このマウスのねスイッチをマウントする台は以前黒かったんだけど、今回白になってますんで、これ多分 3D プリントされたパーツになってますね。すごいしっかりした専用パーツになってます。あー、ここら辺結構品質アップしてるね。どん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 なんか良くしてはいるんだね。スカフが高い理由はここら辺にあるんだよね、結局、うん。ちなみに以前レビューした BBC も結構ここら辺はしっかりしてますね。なるほど、きちんと作られてるね。いいね。もう一回だけね、こういう画面はあまり見られないんで皆さんにお見せしていきますけど、このようになります。ちょうどねこの白いパーツが中にはまり込んでるね、すごく精密に作られてます。 OK、 じゃあさっきのステップをねリバースするだけですね。差し込んでこれをパチッと挟み込むと、OK、これで抜けなくなりましたね。で、これをこうちょっと複雑なんだけど、閉じながらこれをここに差し込む。ここが一番難しいね、やっぱりケーブルがめちゃくちゃ短いんだよね。多分専用のピンセットとか使ってんだろうな。なんか挟みやすい素材作るか。はい、今度はねこの普通のピンセット使うんだけど、持ってきたんだけど、これだとさすがにさっきのね、ケーブル挟んじゃったら壊れやすいんで、圧力かかっちゃうから。で、鉄だしね。だから、ここの先っちょにね、グルーガンを乗りたくってやろうと思います。そしたらね、ちょっとソフトになって、しかもグリップも上がるんで、壊れにくいかなっていう感じですね。ペッ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 。こんな感じいいかな。で、こっち側にも塗っていきます。ペッ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 。こんな感じで大丈夫でしょう。で、ちなみにね、これね、マットね、これ内熱マットで、
ハンダ付けとかでも使えるマットなんで、すごい便利ですね。こういう風にすぐ外れます。溶けたりもしないしね。非常に使いやすいです。汚ねピンセットになったけどね。まあ、使えるから、いいんだけど。いい感じにコーティングされましたね。これで傷つかないと思います。ちょっと乾くの待ちます。でっけえ鼻くそ。見てほら。すごい摩擦上がった、これ。俺はいける。入った。完璧。すげえ使いやすい、これ。オッケー。で、閉じていきます。閉じて。完璧。じゃないでしょうか。はい、閉じましたね。いいっすね。できましたね。で、カチカチするからね。あー、問題ない。ははやったー。治ったー。嬉しい。よし、じゃあネジ締めていこう。今のうちに。今のうちにっていうか別に。腐ったりはしないんだけど。じゃあ締めていきます。いやー、マジ。順調にいったわ。初めてじゃない？壊れないで直したの。だいたい壊してるからな、毎回。OK。で、最後のネジはどうしようかな。これ締めようかな。まあ、戻してもいいんだけど。はい、取ってきました。普通のネジ使います。また万が一壊れた時に分解しやすいように。OK、完成。元通り。あー、よかった。よかった、修理に出さないで済んだ。オッケー。やっと、やっとレビューできるわ。マジで。ふざけやがって。いやー、なかなかかっこいいんじゃない？これ。いい感じじゃないですか？これね、テスラおじさんですね。いやー、やっとレビューできるわ。俺の1時間返してくれ、マジ。でも1時間で治ってよかった。で、今回のカスタムちょっと軽く説明していきますね。今回は普段のね、スカフと違って、以前ね、レビューしたのは全部デジタルトリガー、デジタルタップトリガーつけてたんだけど、今回は L1R1 の普通のボタンですね。L2R2 だけデジタルタップ、デジタル、デジタルタップトリガーになってます。はい。聞こえるかな、これ。カチカチ。マウスクリックみたいになってますね。こういう風に。はい。で、スティックはね、左右とも同じ長さの、凹んだやつを使ってますね。裏のパドルがこれ新しい、最近ね、出た新しいパドルスタイル。だから、ちょっとこれ後で比べていくんだけど。で、裏のグリップね、裏のグリップが新しいやつなんだよね。これ全部ゴム質のやつになってます。ここだけ。これすごいいい処理されてて、俺ね、今使ってるスカフインパクトあるんだけど、結構スカフインパクト最近ハマってて、で、これ欲しいなって思った今。これ触った瞬間。めちゃくちゃいい感じのグリップだよ、これ。今までのね、スカフのグリップって、こういうタイプなんだよね。こういうタイプのさ、なんか、ブツブツしたタイプで、しばらくしたら滑っちゃうんですよね。なんかミリタリーグリップってやつ。だからあんまり効果なかったんだけど、今回のこいつは、相当グリップ感ありますね。もうゴムって感じなんで。これどれくらい長持ちするのかわかんないけど、これ結構ね、効果あるような気がします。だからこれをこれのスカフインパクトにつけたいな。っていう感じね。握った感じすごい自然だし、グリップ感めっちゃいい。で、パドルなんですけども、このパドルも新しいパドルで、今までにないタイプですね。こう、外側に押していく感じ。今までのタイプね、箱の中にもう一個入ってて、こういう風に入ってますね。これ俺頼んだんだっけ？エキストラで。こう、4つ入ってて、一緒に頼んだっけな。この従来のやつも入ってますね。従来のやつはこういう感じ。こんな感じになってて、どっちかというと下側方向に力を入れるタイプね。こう下方向に入れるタイプ。だから握ってると、こうですね。こんな感じ。だから L1R1 打ち直しだったら、ちょっと押しにくいかな。L2R2 だったらちょうどここのね、ここのところに引っかかって、いい感じに押せる、ずっちゃ押せるんだけど。で、今回のはどっちかというともっと外側にね、力をかける感じ。だから、L1R1 打ちの人は、こうですね。L1R1 打ちの人でも、あ、L1R1 打ちの人すごい押しやすいの、これ。こう外側に押すだけでいいから。あ、すごい押しやすい、これ。L2R2 だったらもっと深くなる。だから指が出ちゃってるね、こう。だから、どっちかというと、この、ここを、この第一関節っていうのの付け根ぐらいのところで、ここで押してます。わかる？見えるか？
ここで押します。こんな感じ。あー、どっちが押しやすいかっつったら、あ、どっちも押しやすいかな。まあでもどっちかというと L1R1 打ちの方が押しやすいの気もしなくもない。うん、すごいフィットしてますね。うん、これいいかもしれない。で、ちなみになんかこれもう一種類ついてきてたみたいで、これ新型パドルね、なんか2種類あるんだよね。何が違うんだろう。最初ついてたのはこっちなんだよね。付属してたのはこっち。何が違うんだ。ん？同じに見えるけど、あ、ちょっと長いな。あ、これもっと大きいな。あ、なるほど。付属品のやつもっと大きいっすね。裏になんか書いてる。 R。 ここ大きいやつはなんかこことここになんかプラスチック埋まってて、でここには何もないですけど、ちっちゃいやつはここにね埋まってますね。これで見分けられるんだね、大きいのかちっちゃいのか。ちょっとつけてみるか。ちょっと長いんだな。新型も2種類あるのか。入んないんだけど。不良品？なんで入んない？入んないな。あれ？あれ？入んない。こっちは入るのに。ちょっとした厚みの差だな、これ。これ、ちょっと厚みが違いますね。こっちのでかい方がちょっと厚いですね。いや、精度低いな、こういうところ。スカフ頼むよ。じゃあ、こっち側どうなんだ？こっちは入るな。無理やり押せば入るか。こっちも無理やり押せば入るかな。でもなんかそういうレベルじゃないような気がするね。うわ、壊れる壊れる壊れる。やばいやろこれ。ちょっとヤスリで削るか。仕方ない。スパンギヤスリ。はい、すみませんね。100均ですね。はい。100均のヤスリ使っていきます。ドラえもんのモノマネ意外と難しい。こう入れてここがね、当たって入らないんで、ここをヤスっていきます。こんなもんか。あ、入った。本当にちょっとの差だな。入った。 OK、 入ったんで試していきます。あー、大きいな。あ、 L2R2 用かな。でもなんかね、ちょっと気づいたんだけど、押した感触がちょっともちもちしちゃってるな。カチカチ感っていうよりもちもち感だから、ダブルクリックがすごい遅くなりますね。いや、これはちょっと俺ちっちゃい方がいいかな。だから結局これ押してる方向こっちになるのね。外側に押してるから、その時にそのこのスイッチにかかる力が弱くなっちゃってるね。ここの長さが長くなるから。だから俺は短いオリジナルの方が好きかな。うん、結構デスニーとかさ、連打とかするから、多分反応がいい方が好きかな。こっちだったら、もっとダイレクト感が増すんでね。あ、こっちの方がいいな。はい。ということで、今回もこれで終わろうと思います。まず、長え。長え、ここまでたどり着くの。でもね、感触すごくいいんで、ちょっとこれで試していきたいですね。パドルはやっぱオリジナルで付いてる新型が好きですね。ちょっと古いやつも試してみるか、一応。一応新しい方で古いやつ。古いタイプのやつもつけてみます。何が変わったのかね。いや、お前もまさか。え、お前も入らんの。え、どういうことマジ。このバッチ、バリ取りきちんとしてない系。どういうことマジ。プラモデルじゃねえんだからさ。なんでスカフのバリ取りしなきゃいけないの。あ、結構きついこれも。いや、こんなん壊れるって。あかんやろ。本当にもう。手間がかかるスカフだな。マジで。お前もか。いや、マジで入らん。なんだこれ。本体の方が問題なのか、もしかして。はい。これでいかがでしょうか。入んないな。入んないな。マジで。これでどうだ。あー、なるほど、わかった。これパドルの問題じゃないわ。これ本体側の問題だ。だってこれね、今ね、これ
新しいパドルつけてみますね。普通に入るもんね。普通に本体側の問題ですね。だからこの新しいグリップタイプのやつってきつめに作ってるのかな。かなりきつめに作ってるのかな。入んないもん。はい、あ、なんとか入った。はい、入りました。じゃあちょっと押してみますね。うん、全然押しにくいもんね。これもう、特に L2、R2 ならいいんだけど、浮いてるんだよね、見える。こんな感じなんだよね、L2、R2 でも俺の場合。で、ここしかかからないから、結局指ってさ、外側に向かって力入るのに、こっち側に向かって押さなきゃいけないから、押しにくいですね、圧倒的に。だから新パドルマジでいいと思う、これ。使える使える。これは新パドル、ちょっと期待ですね。はい。で、新パドルのちっちゃいやつだね。だから、ポッチがついてる方ね。これがついてる方。はい。あー、疲れた。はい、ということでね、今回はね、もうこれで終わろうと思います。めちゃくちゃ長い動画になっちゃった。開封するだけでこんな修理するとは思ってなかったんで、今回これで終わろうと思うんですけど、次回はね、Apex Legends と、あと、Destiny 2ですね。結構、ムーブメント、なんていうの、キャラコンが大事なゲームで、この新型スカフを使って、やりたい動きがあるんで、そこら辺がね、うまくできるのかどうか試していきたいと思います。まあ、これとね、あと、せっかくだから、まあ、こっちのね、スカフインパクトの方も比べて、ずっと普段から使ってるね、普通の巡航ですね。僕最近フリークつけて、モンハン持ちやってるんですけど、まあ、どれが一番やりやすいのか、エイムの精度がどれくらい変わるのかね、そこら辺も試していきたいです。そうだね、こっちロングスティックに変えてもいいかな。はい、ということで、今回はこれで終わろうと思うんですけど、マジでね、この新スカフ、開封レビューしようとしたらマジハプニングだらけでした。はい。で、今後もね、こういった動画やっていくんで、少しでも楽しめた方、よかったら、チャンネル登録と高評価、そして、ベルマークのクリックよろしくお願いいたし、申する。はい。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあね。じゃあね。